コルネリウス・カストリアディスコルネリウス・カストリアディスはギリシャ出身の哲学者、経済学者、精神分析学者、コンスタンティノープルで生まれてすぐにトルコとの住民交換でアテネに移った。マルクス主義思想に触れ政治に関心を抱くようになり、共産党の青年組織に1941年にはギリシャ共産党に加わった。しかしすぐにトローツキストとなり、 ナチス及び共産党の双方から迫害を受けた。アテネ大学で政治学、経済学、法学の学位を取得した後、フランスのパリに渡り、フランス学士院で研究生活に入った。フランスでもトロツキスト系の共産主義組織に参加したが、1948年に他元を分かつ。その後、クロードル・フォールらと一緒に、 リバタリアニズム社会主義を標榜する組織を立ち上げ、雑誌ソシャリスマウバーバリを創刊し、フランスの左翼知識人に大きな影響を与えた。と同時に、経済官僚として、経済協力開発機構で働いていた。1970年に、フランスの市民権を得た。1980年に、社会科学高等研究院教授に就任した。ありがとうございます。